またソルトさんからね、ソルトさんのルってあそこ R やで、ソルトさんからコースが届いてるんですけど、今日のコースを初見でやったんです。こっからここまでやったんやけど、1個しかクリアできんかって。だから初見の動画でいつも撮ってるけど、今回はなんか長い動画になっちゃったから、もう一回最初からやって、全部初見じゃないよ、その代わり紹介するよという、そういう動画になりました。だからっていうのも、今日昨日リングフィットアドベンチャーをやったで手めっちゃ筋肉痛なので、その状態でボードに行ったの、今日スノーボード。だスキー場で手筋肉痛やったんやけど、スキー場で今度はゴーグルを忘れて車の中に、まあ明確に言うと、そのゴーグルを忘れてしまったことによって目が痛いから、ゲームする前から目が痛いと、なんつうの、ボード行く前から手が痛くて、ゲームやる前から目が痛いからクリアできてなかったっていう言い訳にしたいんですけれども、でも難しくなってる。ソルトさんが違うキャラを変えてきてると思うんです。で、このね、ちなみにここのコースなんですけど、ここは、ジャンプしても、これ難しいやろ、これ。今のでも早く行き過ぎたかんないけど、おーいしょーいまだ楽しめる、初見じゃないのに。ジャンプしても着地しなければ OK なっていうところが微妙な日本語の表現っていうところも最後を表してたなって思いました。まあ、あそこを開封して、ここをこうして、ここもピュッて降りたら一回空中上がっちゃうから、こうちょうど乗せてみたいな。ストーリーモードでもこれありましたね。そしてそこの動画再生回数は半端なかったです。みんなね、迷ってるなっていうところのコース、それをよいしょい、これを再現したコースかなと思われますけど、今実は2段重ねにパックンフラワーが鳴ってたんで、あそこのパックンフラワー2段重ねのところを1つずつ壊していくのが難しいなと思います。あとね、最初僕がさっきやってた時に50分ぐらいの動画になっちゃったから、今1回やり直してるんですけども、その動画の40分ぐらいか、その動画は解説を見ないでやってるんですよ。でもツイッターでこういつも応募し、やってくださいって紹介してくれる時は解説もついてるんです。で、解説をできるだけ見ないでやる、最初はやるんやけど、あれこれ難しい、あれこれ難しい、あれどうやってやるのこれで、クリアできんから解説見てもクリアできないみたいなことを続けてます、さっきから。で、ここの解説としましては、一回これそのままやったらどうですかと、ジャンプ下でも一回下見に行きましょうという解説でした。あれ当たった今。じゃあこれラストチャレンジにしますね。ははここクリアできんかったんやって俺。難しいんですよ、意外とシーソーのところの微妙なタイミングが。ストーリーモードぐらい、ここまではいけるやん、こうやって。これ一個取って、あれいけてる、危ない。ここやね、ここが、ほらここいけんねんけど、どうやっていくのこれ、これほんとどうやっていくので、一応まあ今のでちょっと今回はもう一回、俺には実力では無理やで、クリアはせんとくけど、せんとくけどって上からじゃない、できないでおくけど、できないままさせていただくけど、ここに一回こう行って、これ一回ポンってやって、一段取った後に、今度はこっちにこう行って乗ったとしてやで、乗ったとしてやで、すげえ難しくないこれ結構やで。ストーリーモードの難しい再生回数がすげえ上がったのと一緒ぐらい、結構やで。で、ここに乗ることができるんですよ、なぜか。で、ここに乗ったらこう行って、ポンということなんですけど、この後ここ降りるの結構やで。結構やと思う、これ。で、最後は、ここはジャンプしたように見えて、大丈夫なんですよってことですよね、着地しなければ。はい、そういうコースでした。もういいねはしてありました。はい、では次のコースいきます。次のコースもクリアできなかったコースなんですけれども、あ、これね、これは、運ゲーって書いてあった、解説。解説に運ゲーですって書いてあった、ね。解説になってないんですけども、ありがとうございます。夜の時は、毒キノコは近づいてきて、キノコは逃げていくっていう、そういうコースあったの、それの再現ですよね。それの再現なのに難しいんですよ、ここ。なんか違う、なんかソルトさんさ、キャラ変わってきちゃってて。で、ここジャンプしたらあかんと思いままやってたで、最初。ジャンプしたらあかんのじゃないかなと思ってやってまうて、長いことやって。はーい。はーい。あと5回くらいやりましょうかね。で、ほら、ソルトさんのコースって俺、クリアできる率の方が高かったと思うんですけど、今まで。だから宮本さんがドラクエじゃねえ、マリオ1を作った後にさ、マリオ2を挑戦状的に作った、そういう感じを表してるのかなと思うぐらい難しいコースとなって帰ってきてますね、ソルトさん。
皆さんもやってみてください。僕の動画からソルトさんのコース ID を取得してやってみてください。今の運ゲーっていうのは確かにあのドッキリの子が降りてくる場所、お前最初ここにいればいいかな。最初ここにいた場合はやっちゃうわ。だから運ゲーっていうのはそういうことね。あのチョックチッコってなった時に遠くにキノコが降りてくれればいいんですけど、最後の方 P が降りて右下に降りてくるところまでは行ったことあるけど、その後は行けませんでした。めっちゃむずい。でも運ゲーってこともないな。なんかほら、おお、あと1回あるか。あそこの真ん中の穴があるでさ、そこに落とすように動かすから、別に運ゲーってことまでもいかんのじゃないかな。そこまですごい運ってこと、運っていうよりはテクニックもちょっとはあるんじゃないかなと思いますけどね、僕なんかは。ほら、あんまこういうとこにいたかねって、こういう細いとこに。あ、おお、あれ、俺あっち行きすぎた。まあこんな感じなんでやってください、お願いします。で3個目のコースだけ俺クリアしたやん。ここ、あ違う、あここ、クッパ城の砦なんで、ここはコメントを俺知ってしまってますけれども、さっきより早くクリアできるかなって。あ、さっきの動画でちょっと一個だけちょっと心残りになるのが、カロンの雰囲気が出てるんですよ、すごく。カロンの雰囲気が出てる。カロンの甲羅に乗れるんじゃないかなっていう雰囲気が出てるなって言ったら、本当にカロンの甲羅に乗れたから、やっぱりカロンの甲羅の雰囲気出てたなって思うっていう。で、まあカロンの甲羅に乗るっていうのは新しいじゃないですか。その、このゲームとしては。何言ってた2の、これ。これってさ、完全に新要素なんですけど、これをふんだんに使ったコースってことですね。僕もこれをふんだんに使ったコースを一回作ったことがあって、その動画とかも再生回数増えてるんで、みんな結構カロン好きなんじゃないかなとか思いますけど、それを使ったコースになってまして、溶岩にも入れるぞって。ただ土管に乗れるんかどうかと知らないけどね。こう、いてぽいってこう乗るっていうのも、新しいカロンですよね。って、あそこもう一回カロン乗れるやん。ここ難しい。あれ？いけるんかな？おお、いけんやん。このね、いけるんかな、いけんやん、いけるんかな、いけんやんっていう感じ、このいけるんかな、いけんやんの感じを知ってるのってさ、1983年以降の人間やよね。1983年以降の人間じゃなかったら、あそこがいけるんかな、いけんかなの雰囲気ってわからんよね、あそこがね。てか、意外とここ難しいんやった。これなんか、10分ぐらいやったやっとクリアできたんですけど、これもね、本当に難しいんですよ。この、雰囲気じゃねえ。あの骨の魚の人が、骨の魚の人って、骨の魚がさ、頭痛が痛いみたいに言っちゃったけど、こっち来るかどうかの雰囲気も1983年以降の人が知っている感覚やね。それ以前の人っていうのはあんまり、あれがその物理的な動きなんやってわからんと思うんやけども、意味わからない、物理的なもん。でもね、最後ここさ、すげえでかいのがいっぱい出てくるんですよ。その時に俺すぐやられたんですけど、その時にソルトさんが多分あのでかいのクリアしたらゴールを用意してくれてるんじゃないかなって思ったんです。ソルトさんの性格はもう分かってるんですよ、僕見なくても。一心伝心と言いますか、そこが本当にクリアやったんで、クリアというか中間地点やったかな。その時に俺はよっしゃって言ってましたけど、ちょっとその動画はボツってます。あとね、この下の方に行くと食われるんじゃねえかなと思うのは、それはパックンフラワー世代、あれ赤バルーンハイト世代、それはバルーンハイト世代です。これ難しいよ、ここら辺に、でもここにいればいいんか、ずっと。バルーンハイト世代、バルーンハイトに食べられることはないから。危ないなぁ、これ。バルーンハイトやったら食べられてるやろ？もう、なんていう動物やったっけ、あれ。の、お魚に。ここさえクリアすればいけるっていう、これはすごい、解説動画みたいにさせていただきましたけど。でも中間ないってなぁ。そこだけ一心伝心ができてないなとか言ったけど、ここで最後フラワー取れるって解説には書いてありました。あと、ここは、親の火が飛んできます。親の火が飛んできちゃってますんで、親の火飛んできちゃってるよ、ソルトさんって言ったら、解説に、後から見た解説にも、親の火も飛んできますって書いてありました。すげえなと思って、一心伝心。でも、これね、その解説にも書いてあったんやけど、こう走ってってさ、シューンって飛ぶとクリアするっていうのは、これ昔の再現よね。昔のゲームの。この感じ、だから強すぎて倒せない相手も、アイディアで勝つっていうのを多分宮本さんは表現したかったんだろう。ソルトさんは表現したかったんだろう。
もちろん初見ではクリアできなかったし、あ、今2回目やってもあの スーパーな記録を持ってる人には勝てんのよ。1回目多分5分ぐらいでクリアしたと思いましたけど。で、最後ここなんですけど、ここも皆さんやってほしいんですけど、ここがめちゃくちゃ難しくてさ、あーすげえなこの人、誰これ明太子さん、すげえ。俺これね、解説がめっちゃくちゃたくさんくれてるんですよ、ソルトさん。ここに関して画像付きで、画像に書き込んで、こここう通るんですよってルーティングまで書いて、例えばここやったらこうやってとここに出るよって、あー入っちゃった。書いてくれてるの見てもクリアできないんやって。だからごめんソルトさんと思います。今から10分ぐらいやってクリアできんかったらごめんっつってそのまま投稿するけど、誰かクリアできる人いたらさ、せっかくやでさ、ソルトさんのコースをやってあげてくださいっていう感じです。よろしくお願いします。これ難しすぎねって。でも俺ね、こう例えばここにこう走っとかないとこのフラワータワーができるとか、すごいアイディアな、ま、満載で、下降りたらダメ、そこまではさっきやった。でその後やな、ここで待ってるやろ。あれこれどういう仕掛けになってるの。ああ危ねえ。でここも早く行かなね、あかんかった。あそこに今線あったやろ、あそこにフラワー出てくる。でこれ右行かなかった、ここまでやってんさっき。赤、あ、いつもとちゃう、よかった、頭に当たってたよ今このフラワー。ここまではやった、さっきはここまではやったって長いこと言ってるけど、どこまでやるっていうことやけど、あとはね、この下の方に行きたいやん、これ絶対に。そこ行っちゃダメって書いてあったやん、なんか知らんけど。だから行かずに、ここに隠しブロックがあったんで、それを行こうかなと思います。本当に行っちゃダメなのかな。ここやね。で、ここの時に、あ、そうそうそう、あ、おーい、しょい、はい、あ、すげえ。あのね、あそこヨッシー乗ってたらアウトなんて、左側にやられて。だからヨッシー降りて、解説見たらさ、降りてから扉に入りましょうって書いてあったんやけど、今それ忘れてて、このまま入った時に連射したらこんな奇跡が起きたんやけど、ヨッシーのまま来れるという奇跡が起きましたよ。鶴田さんじゃねえよ、誰やったっけ。で、ここは危ないなー、開いたー、ダメでしたか。あれいけるんか。あ、なんか奇跡的にいけた、これ奇跡です。これもなんかちょっとした奇跡が起きてて、作ったソルトさんならわかると思うけど、若干バグの気配もあるっていう。本当はいけないね、あそこは。で、ここ早く行かなあかんせんって、これ早く行かなかったら、あそこほら出てくるで、あれ。こんな難しいコースあります。で、こっから分かんない、俺。解説読んでこよう。解説がさ、あの、ツイッターの吹き出しで言ったら10個ぐらいあって、長い、今多分3分の1ぐらいしかまだ進んでないんですよ。で、あ、シーソーも画像付きやった。ごめん。ありがとね。で、隠しスイッチ行って、オンオフスイッチどうするんで、じゃあ、ごめんなさいね。バネが出てくるので急ぎましょう。左から3番目の土管に入ります。あ、左から3番目の土管に入りますやって。土管から出たらすぐに壁キックです。めっちゃむずいんやけど。ちょっとそこら辺までやった感じだけでいいか、今日は。ちょっとね、これかなりやり込まないとクリアできないと思われるんです、このステージは。ここ降りるね。さっきたまたまあっち行っちゃったけど、間違えて忘れて。おいしょい、3番目に入る。おいしょい、あ、危ね。解説なかったら絶対無理じゃない、昔のゲームみたい。昔のゲームもさ、あ、え、何ピヨンって、え、何あれ、あんな、ああ、ダメやったんや、ここ。え、どうすればいいの、これ。そんな感じなんや。これ、ソルトさんオリジナルじゃない？そんな感じだ。勇気を持っておりましょう。だから、1回目がたまたまのバグやったみたいな感じなのが伝わったでしょうか。そして、3個目はな。
これゆっくり行ったらバテて出てきちゃってちょうど捕まった時もあったんですけど、ここで左からジャンプするね。おいしょい。ね、あそこ下入ったらあかんかったらどうすればいいの。どうす、これどうすればいいの、これどうすればいいの。チュッピッチョン、チュッピッチョンってなったのは何あれ。あっち向いてたらあかんとかあるんだけど、あれ、てれさやな、それは。ちょっと今解説読んでますけど、くぼみが、どうするのやっていきます。そこを押してスピンをしましょう。その後、右に進むのが夜があればバネに乗ってみましょう。飛ばないでしょ。なるほど、スピンジャンプか。当然っちゃ当然か。これか。3番、2番目と4番目入ったらどうなるやろ。え、チョピュンって言わんといて。チョピュンって言うでわからんタイミング。チョピュンって何あれ、なんであれなるの、なんでチョピュンってなるの。うまいタイミングで作られてんな。よいしょ。これでもこっち行ったらどこなの。こっち行けばいいんじゃない。ああ、いけんいけんいけん、ちゃんとなってる。いけんくちゃんとなってる。2つ重なってない。いけんくちゃんとなってますって。鍵は関係ないと。今違えて着信なってんて。ちょっとごめんね。あれー、ダメやった。だっていつもより別に遅く長かったと思うんやけど。あ、ここでやめたかんねんな。どうやって、あ、ここか。ちゃんとあるやん、こういう自殺の。あそこどうやっていくんやろな。あのタイミング難しいよ、ぴょんぴょんっていうのが。あれわざあえてそのタイミングを狂わせるように作ったらやろな。あの後ろにパラシュートつけてやるな。あれ？これあかんぞ。あれ？なんで出てこんの？さっきなんで出てきたやろ？どういう違いがあるやろ？タイム押してたでか？ち、いや。ち、いや、って言ってんだ。むずいんやけど、あそこ俺苦手。ごめんなさいね。そこクリアしたら終わりますんで。クリアっていうか、そこだけ超えたら。むずいんやもんだって。俺にはちょっと難易度が難しいステージ。今回のソルトさんどうした。あ、行ける時もある。またペコパみたいな。あい、そんな簡単に、そんな簡単にっていうか、そのパターンでもいろんな仕掛けがこう生まれて作られているというのは、ね、練り込まれたステージやなってことはだと思いますよ。そのパターンでもっていうパターンも押さえてるから、こっちのミスのパターンをですよ。あれ、こ、取らんでいいやろ。だからなんのタイミングねえ、取ってるやん結局。なんのタイミングやね。中間もっといっぱい置いといてくれ、ソルトさん。作り直してねえ、初心者向けにしといてくれんかな。中間って複数置けたっけ。しょ、おいしょ、おいしょ、はあ。
超えてる。なんで俺できんのやろこれ、これ。ほんとなんでできんのやろ。もっと突っ込んでっか。ああ、無理やな、俺これ。ここまでにします。ここまでにしますって言ったけど、やっぱそこだけはいかなあかんやろ。こんだけ長いことやってたら。だから俺今日だけでソルトさんのコース1時間ぐらいで、ああ、何喋ってたらこんなになってるし。喋ってたらじゃないな。難しいな。何回もやっててごめんなさいね。おっしゃ、めちゃくちゃ難しかった。あそこ何これ、ここだけちょっと解説読みますと、少し、ん？ B スイッチを右側から押します。ごめん。右側から、あ、バネ飛ばなくなってるやな。飛ばないでしょって書いてあった。難しい、乗るの！え？これ押していいの？マジで。あかんやん！じゃあ続きは皆さん楽しんでください。失礼いたします。